恐怖ナインティナインのオールナイトニッポン。どうもこんばんは、ナイティナイン岡村です。矢部です。いやー、もう怖い世の中になりましたですね。怖い。はい。出るかね。出た。出たというか、うん、もうどうなったらそんなさ、うん、ラブレターとか出るよ交換日記やら、まあんなことある。出した人がいるっていうことやからね。いや、青年本人ら以外で外、うん、まあなあ、そこまで。でも、うん、あれやろかなあと思ってまうけど、これもええのかな、そんなん出して。いや、よくはないよねせやんな、個人情報というならば。そうそう、だいくらね芸能人やから言うても、うん、そこまでやっぱり出るかね、うん、と思っていや、もう絶対絶対不倫なんかせえへんけど、うん、怖いな思って。うん、自分で思ったもん。ラブレターとか書いてへんやろかと、なんか手紙とか渡してへんやろかとかさ、うん、いやいや、じゃあ、このご時世にね、手紙、もう LINE や何や、もう LINE とかはもうその出るというかね、流出なんかよく見るじゃないですか、うん、でもラブレターとか、このご時世に、うん、まあまあまあ、そういうのやってはんねやって思ってまうねんけど、なんかそれが出るってで、どうなんやろうと思って、ほんまに怖いわ思って。逆もなんかよく考えたら、こう LINE とかで普通に出るやん。出る。恥ずかしいやん、うん、すっごい恥ずかしいやん、うん、それが自分やと思ったら。でも逆に紙に書いて、うん、まあ、ラブレター、うん、日記とか、うん、逆にバレないと思った。だって自分らが持ってたら世に出ることないねん。でもそれが出るという怖さ。でも香港さんが言ってたけど、それ管理甘すぎるんちゃうんかと。いや、それやったら甘いよねっていう話もあるやんか、うん、だから俺もう怖いなと思って、その妻らしき人がね、うん、こうだからラジオ終わりとか、なんか一つさ、お疲れ様でしたとか手紙みたいなのこう書いてくれる時があるのよ。一言メモ。そうそう、一言メモ、うん、なんか冷蔵庫に残りもあるからとか、うん、そんなんもさ処分しとかんとな、うん、恥ずかしない。ちょっと待って、なんでちょっとイチャイチャ入れた。いや、イチャイチャじゃなくてそんなんが出たら聞こえるよ、イチャイチャ。いんねえ、ほらみんな、いやいや、イチャイチャクス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 クいいなぁと思った、三浦氏。いや、三浦氏もね、そのシェフによう似てるから、みんなに、ちょっと、ヒゲ生やせ、ヒゲ生やせ、言うて、言われて、周りからも、わっしょいわっしょいされて。料理うまいの三浦氏。料理はうまないけど、今日もだから、ね、みんなに、ちょっとヒゲ生やしたらとか、横ちょっと刈ったら、みたいなこと言われてましたけども。いやでもほんまになあ、怖い世の中になったなあと、そこまでするんやと思って、誰がそのね、それを見つけてね提出したのかちょっと分かれへんけど、本人たちはないっていう瞬間があったわけやろ。じゃあ、いや分からん、そのまま置いてあって写真だけとかっていう、現物は置いといてっていうことかも分かれへんがな、うん、いやもうそれはでもなぁと思ってな、どこまでするかよね、雑誌、パパラッチ、メディア、だからもうほら、どこまで何を、文春さんってもうその否定したら、うん、まあ、もうそれがほんまやったとして否定したら、もう次絶対、うん、
第2第3の矢があるわけやんか。もうそのノウハウ作られてるわけやんか、うん、でももう最初に否定しはったから、うん、そしたらっていうことなのかも。その第2の矢がすごすぎて、うん、いやーってやっぱなるやん、うん、来いよ、うん、残してたらあかんねんな、なんでも。まあまあそうやな。まあそれがあったから綺麗に一日経って認めたもんね。そうやな。ご本人がね。いやいやいや、もうまあまあね、まあこっちがね、つたやかく言うことではないですけども、ご本人なんかまあいろいろと大変なんでしょうけれども、うん、いやちょっとゾッとしたなと思って今回の。まあまあそうやな。まあそういう意味では。同じ世界にいるから、そうやで。なんかあったらさらされる方やからな。そうやねや。一般の方同士やったら同じことしても、こういう世に出ることはない。うん。そういうことやもんね。だから昔、そのね、その手紙じゃないですけども、もしかしたら、バカ殿出た時にブリーフ履いた時に、うん、うん、筋バーンつけたパンツとかずっとどっかに保管されてて、うん、ある日どっかにポンってその写真岡村隆史のうんすじやみたいな。なるほど。俺もその時わっ気づいたけど、うん、次の仕事あったからわうんすじついてるって思ったけど、そのまま脱ぎ捨てていったからな。例え間違ってるな。いやいや、じゃあうんすじの話を自分からだからしてるやん。恥ずかしい言うて。恥ずかしいけど。現物が見つかったら。保管されてて、うん、これが岡村隆史のうんすじだ、みたいな。カビカビやで。カビカビやけど。今見つかってる。そんなことがもしあったり、それぐらいの恥ずかしさ。恥ずかしい。恥ずかしさから言うたら。いや、ちょっとパンツのうんすじと、どうやろうな。借りたブリーフにうんすじつけて。ラブレターと。俺からしたらそれ同じやな、思って。ラブレター出んのと、その自分が履いてたブリーフに。そうか、もう今はうんすじつけてない顔して歩いてないもんな。そうそうそう。でも、その、今は。そうや、うんすじつけてないみたいな顔で歩いてるけども。うんすじ過去につけてんのに。つけてんのに、その衣装さんなり、片付けたスタッフさんは知ってんねん。そうよ。うわ、うるすじつけたまま掘り出していきよったっていう。それをだからね、もう保管されてたりとか、そんなことはまあないねんけど、それが出るぐらいの恥ずかしさやなと思って。恥ずかしさレベルではじゃあもうどれっちが恥ずかしい？あの名スピーチか甚だ。花裸簡単で。あれはもう、完全に流出させられてるやん、何回も。あれ恥ずかしい、声が。花裸簡単ではございますが、これはもう、月にすぐ流すよ、言葉とさせていただきます。免疫ついてくれるんだ。こっちからしたら恥ずかしいけど。なるほど。うん。めちゃくちゃ恥ずかしいけど、だんだん、こんだけ流されたら免疫ついてくるやん。うん、毎週、うんすじの話はされてないもんな。されてない。だから、こういうことでふっと思い出す。あれ、うんすじつけて帰ったなと。は、大丈夫かなって、まだ自分でこれで思い出すわけやん。自分ね。思い出せへん。うんすじを。日々生きてたらそんなこと思い出せへんわけ。思い出せへん。思い出せへんやろ。あの時、バカ殿出た時に、パッと見た時に、うんすじついてるわ。って思ったけど、そのまま次の仕事行った。っていうのは、その日、一週間ぐらいは覚えてるけど、そっからずっと忘れてるわけ。忘れるわな。な。それがこういう、流出騒ぎになったふと思い出す、これは恥ずかしいなと思った時にどれぐらい恥ずかしいことって思ってパッと思い出すだけ、あ、うんすじつけて帰ったとか。もっと言うと下田景さんのお家でトイレ壊してそのまま流さずに帰ったやつを恥ずかしいそれ、うん、奥様が写真撮っててトイレお借りしますって貸してあげたらあの人流さずに帰らはった、うん、衝撃写真だみたいな。まあテレビではモザイク入るけど、そらトイレ110番みたいなとこに連絡してはるやろうしな、残していったわけやから。下田川岸さんとこトイレ流さずに帰って、だから流して帰ってきた顔してんねんな。そう、だってその俺は会うてるわけやから、その下田景樹さんやら奥様に会うて、流してないのに、すいません、おトイレお借りしていいですかって言って会うて、
流してないのにありがとうございましたって言って逃げるように帰ってるわけや。流した顔してんねん。そうそうそう。何十年。そうや、何十年も。怖っ。それも忘れんねん。忘れてるけど、こんなことでふっと思い出すねん。あ、せやな。あんなことしたな。もう、忘れてくれてはるよな。蒸し返したりせえへんよな、あの時の。写真があったらやばい。そうそうそう。それはもうトイレの会社とかが何が原因か分からへんけど、こういうので流されてないっていうことで、うん、こういうのがありますって言って、写真撮ってたやつとかがもし流出したりしたら、こんな恥ずかしいことないもん。ライブの稽古中な。ライブの稽古中。ポトッと。はい。あ、血出てると、俺。そう。何これ。下血した。下血してるわ。もうライブの稽古で忙しすぎて。うん。寝てなくて。うわ、ちょっとおなら出るわと思って、おならちょっとしようと思って。ちょうどあの、ロシアのね、タトゥー。タトゥーのパロディー、ね。パロディーしてて、タトゥーの格好してて。スカート履いてて。スカート履いてて。で、おならしようと思って、プッてた。うん、寝てないし、ライブ前でもう疲れてるから。下血や。これはもう大変な病気になったと思って、パッて見たら、あれちゃう。なんやこれ。は出てる。あれを掃除してくれた女性マネージャーが、写メで撮ってたりして。撮ってたりして、岡村隆史、衝撃の、脱粉。脱粉、騒動。で、今出されたら。大型マネージャーにシャワー室に抱えられ連れて行かれる。その時の証言としてお茶子さん、私が全部拭きました。マネージャーになってすぐの仕事が岡村さんが脱粉したやつを拭くお仕事でしたとか言われてみ。その後脱粉してない顔で歩いてるもんな。大手もあお茶子さん久しぶりって言うけど、お茶子は覚えてる。お茶子マネージャーから絶対覚えてる。絶対覚えてる。そんな忘れもせん。何のために吉本入ってきて、私なんでこんなことさせられなあかんねんと思ってるから、ずっとそれは思ってる。でも俺はそのこと忘れてんの。忘れてて、あ、久しぶり、怖いな、元気って声かけるわけ。怖いよ、向こうからしたら恐怖よ。忘れないで、これから。違う、忘れない。だからこういう脱粉したこと忘れないで、うん、筋つけたこと忘れないで。そうそうそう。だからこの、なんちゅうの、あの、大の話ばっかりになったけども、恥ずかしいこと。それぐらい恥ずかしいことやなと思って、ふっと思い出したなと思って。怖いなと思って。でも、やっぱラブレターとかって人間の中身のもの、うん、脱粉ってもう中身のもんやん。うんすじも中身のもん。中身違いやん。中身の体調悪いから人間あるやん。ある大ね、大なり小なりあるけども、自分だけやったらええねん。自分だけが迷惑かけてんねやったらまだしも、その部外者に迷惑かけてるっていう、そのうんすじにしても、うん、下田景さんのお家で流れなかったことも、脱粉してしまったことも、全部他の人に迷惑かけてしまった。なんでそう、汚してしまったって言ってはったんや。私の大好きな、あの、女優というお仕事を汚してしまった、うんうん、ある意味そうやんか、うん、自分の大好きなバカ殿出たのに、うん、こんな志村けんさんに会えると思って頑張ったら、うん、筋つけてしまった、汚してしまった。全室でな、はい、全室を汚してしまった。全室を汚してしまった、うん、下田景樹さん、大好きな下田景樹さんのお家ちょっとすいません、ロケさせてもらった、すいません、ありがとうございました、すいません、うん、あのちょっとトイレだけお借りしますって、うんうん、綺麗なトイレやった、お借りした、うん、流そう思ったカカンカサンカサン流れへん、でも出てしまってる、うんうん、便器の蓋開けた、うん、なんかようわからんもん浮いてる浮きみたいな丸っこいやつ、すっから引っ張ったり、うん、手、針金みたいな、引っ張ったりし た, やってみた、手突っ込んだ、びちゃびちゃや。まあ自分のしたことやからな、うん。何回やっても流れへん。おかしい。もう、冷や汗だけが流れてくる。うん、これはもう、何事もなかったから、知らん体で、行こう思って、うん。一言言えればええのに。言えればええけど、よう言わんかった。うん、すれ違って、ありがとうございました。って言って出て行った、うん。びっくりしちゃったと思う。びっくりしたよな。昔の話。前室の床な。前室の床。汚した。そう。あれもだから、大好きな日本テレビの。そう。言うたら、金ちゃんの仮装大賞のオーディションの。結構古い方の。古い方の、金ちゃんの仮装大賞のオーディションする、うん、でっかいスタジオみたいなとこを借りてた。うん、大好きな金ちゃんが、リハーサルするとこ。汚してしまった、
最低やな。最低。最低やけど、だからもうしょうがない。それはもう。忘れないで、これから。もう忘れてまうねんな、これ。忘れた頃に、っていうことやね。だからそれは肝に銘じとくわ。ほんまに。ただまあ怖いなと思ったっていう。まあ怖いなといえば、アッコさん、ついに呼び出しかかりまして。かかりましたね。アッコさんのいい加減に1000回のスペシャルウィークに、まあ、呼ばれまして。うん、まあ、これ言ってもいいんですよね。もう、収録してきました。はい。はい、いや、本当にね、まあ、いろんなね、いざこざといいますか、こっちが勝手にね、いろいろこう、なんてご迷惑をおかけしたということもありまして、まあ、釈明といいますか、あと、まあ、謝罪も兼ねてね、アコさんのとこ行かさせていただいたんですけれども、まあ、なんでしょう、聞いていただいたら、分かると思うんですけど、まあ、なんとか決着はつけれたかなっていう感じですけど、まあ、冒頭から、なんやねんお前みたいな感じで、いや怒ってはったよ、はい、お前なんやねんぐらいの感じで、僕もちょっと意識飛んでたんで、もう結構お怒りになられてたので、何をお前一人で慌ててんねんみたいな感じになりましたので、なんやねんって言ってはったな、はい、いっぱい、はい、ほんで、まあ、ね、もうやっぱりアッコさんですから、もう社長さんからもうたくさんの取り巻きの方といいますか、たくさんの中見てる中、なんやねんこれことにもなりまして、いや分からんわうち、うん、言ったですね、まあ、全部収録終わってから一応ね、言うてはりました、電子レンジ買うためにみんなそのあっこのいい加減に1000回のスタッフさんが500円貯金ずっとしてきて、うん、でそれで買った電子レンジやと、うん、それを無断で若手の作家が使ってしまったって、若手にバーってこうなんかそっち側に怒り向いたらええのになと思ったんですけれども、まあ終始僕の方に向いてて、うん、ちょうどね、糸勘が来てくれてたのね、糸勘に全部もうなすりつけたれと思ったんですけど、うん、なんかあんまりお前やみたいな感じやったんでねまあそうね、糸勘にお前もお金払えやみたいなこと言ったんですけど、うん、なんでやねんみたいな感じになりました全部終わってから一応アッコさんにすいませんでしたって、うん、1000円握ってもらいましたけど1000円握ってもらって握らしたというかこんないらんわって言わはったけど、いや一応皆さんでこう500円ずつ出し合ったということなんで、これ僕と糸勘の分でって言って、うん、終わってから渡したら、あ、これはもう受け取ってくださいって言った、ほんだこれはあっこのいい加減1000回の貯金箱に入れとくなって言って、うん、入れといてくれはったんで、ただまあ怖かったです後半はまあいろんな思い出話もさせていただいたんですけども、まあどんな感じかはね、聞いていただいて、そうですね、はい、日本放送の、土曜日のお昼11時から1時まで、はい、結構長く喋らせていただきました、ね、意外とね、そうそう、かけ花アナウンサーが全然味方してくれなかったっていう。てっきりなんか味方になってもらえるのかなと思ったら、怒られてる間ずっと黙ってはったんで。うん、まあ中立な立場やから。助けてっていう。立場やから。何回もかけ穴を見たんですけども。趣旨こう下向いて、うん。これはもう僕には収めることができないみたいな感じで、かけ穴が助けてくれなかったなっていう。まあでも難しいよね。カバー運は難しかったんじゃない、今回の出来事は。まあ、そうかもわからないんですけど。はい。ちょっと俺は、かけ穴に次行ってくれってずっと思ったんですけど。なかなか振ってくれなくて、次の話は。ちょっと悲しかったです。詰められてたな。詰められました。でまあこれがねどうなるのかっていうのはその土曜日聞いていただけたらなというふうに思いますけど、うん、はい、楽しみにしておいてください、はい、今日はスペシャルウィークです。この後ね、モグライダーも来てくれてますので、来てくれてます、
はい、モグライダーの芝君、ともしげ君、はい、この後登場します。はい。そしてね、オリコンさんも今日また密着で。うん。アッコさんの方にもね、あの密着で来ていただきまして。ありがとうございます。でもなんでしょう、アッコさんの時は全然グイグイ来ないというか、ただ遠目でじーっと見てるだけ、オリコンさんも全然助けてくれなかったですね。それはそれ、やっぱ助け、味方やと思ってた。いや、オリコンさんって僕らの味方やと思ってたんですけども。いや、味方やねんけど、あの時は味方と思われたくないねん。しかも一人しか来てなかったですよね。なるべく。いつも二人体制とかで、うん、で、ぐいぐい写真撮りに来んのに。そらみんなで来たら、なんやん君らって言われた。怖いやんな。いや、でもあんなたくさんいたんで、オリコンさんもっと、もっと助けてくれよって思ったんですけど、じーっと見てるだけで、助けてくれませんでしたよね。オリコンさんも出来事をこうね、うん、伝える側やから、今度からちょっと助けてくださいよ本当に。オリコンさんだけが頼りなんですから、ああいう時は誰も柿花も穴もああいう状態なんですから。お願いしますよ本当に。まあね、本当に聞いてください。楽しみにね、しといてください。99のオールナイトニッポン、この番組は、ベオス IT ホールディングス、ワンカップ大関、日本外資、出光興産、高須クリニック、栗本鉄工所、ジーマ、映画、機械島、以上各社の協賛で東京、千代田区、有楽町、日本放送、キーステーションに全国36局ネットでお送りします。はい、曲行きましょう。はい、和田アキ子さんで、だってしょうがないじゃない。ナインティナインのオールナイトニッポンではあなたからのメールをお待ちしています。受付メールアドレスは nn@allnightnippon.com nn@allnightnippon.com です。ツイッターはハッシュタグナインティナイン ANN をつけてツイートしてください。ナインティナインはカタカナ、 ANN はアルファベットでお願いします。今夜はおじさんたちと一緒にわちゃわちゃしよう。ナインティナインのオールナイトニッポン第1回全日本エビ選手権46点ナイティナインのオールナイトニッポン。さあ、スペシャルウィークのゲストご紹介しましょう。モグライダーの芝くんとともしげくんです。よろしく、はい、よろしくお願いします。お願いします。急に、いやいやいや、急にボリュームおかしいね。急にスイッチ入れましたね。スイッチ入れたわけじゃないんですけど、ちょっとやっぱスイッチ型なんだって思われる。意外と全然ちゃうかったやん。違います、違います。まあ、ちょっとどっちかというと天然系のイメージやから、こう、普段もこうなんかなと思ったら、今急にこうスイッチカット。いや、スイッチ、違います。僕は計算してんのかな。計算はしないです。計算してないですっていうのも計算してるのかもしれないですけども。ちょっとわかんないけど。本番始まる前に、イヤホンって言ってすぐ、バッてイヤホンつけましたもんね。ともしげさんは。いや、つけましたけども。ともしげです。よろしくお願いします。何が聞きたいんだよ、はい、お前がイヤホンして。さあ、ちょっとここでね、モグライダーのお二人に質問とかね、情報でもいいんでね、盛り上がりそうな情報なんかも知ってたら、どんどん。盛り上がるんですか？僕らちょっと謎、なんで僕らなんですか？そもそもその。さあ、モグライダー、今も。もうやっぱり今モグライダーじゃないかって。みんな騒がしてんのは。そう、騒がしてんのは俺らじゃないんですよ。散々言ってたじゃないですか。モグライダー来てるでしょ？いや、まあまあありがたい。徐々にやらせてもらってますけど。でしょ？はい。なんか。今もやっぱりモグライダーに来てもらった方がって。そう言ってなかったじゃないですか。いや、聞きましたよ、僕。何ですか？その、やれ、藤森だ。いやいやいや、言ってた。あれ失礼や、ショックやな。そうですよ。いやいや、出にくいよな。はい。なんかもう、ね、これ、こんなこと言いたくないですけど、一つボケてってディレクターから言うんですよ。ゲスト一つボケてって言われたんで。まあちょっと流れ上。あんのかなっていうのもちょっとあるから、その、がっかりされたら嫌だなっていうのがあって。すいませんね。でもあれでしょ、なんか。はい。しばす。さんは、はい、藤森さんとお食事行ってましたんでしょ。ああ、まあまあ、すごい。まあ、あったね、まあ、こいつも一緒に。はい、僕も一緒に。はい、もうあの辺の、はい、なんか、同じぐらいの世代のやつで、ニッチが集めてくれて10人ぐらいで。なるほど。じゃあその話なるやん、はい、今。なります、当然。な、はい、はい。まあまあ、でもそんな、あれですよ。うん、そんなに世の中を、うん、俺の口からざわつかせるようなお土産はないですよ。いや、それはね、そんなんもう今からざわつかせる必要もないですよ。そうです。もう、はい、もう平和が一番じゃないですか。そうです。はい。あと、その、僕なんですけどもね、はい、
この僕なんですけど、ね、誰ですか僕、モグライダーの僕なんですけども、僕はこのナインティナインのオールナイトニッポンをずっと聞いていたので、はい、ここに出れることがすごく嬉しいんです、本当に。急にそんな話ね。はい。聞いたことないで、ともしげくんが。リスナーやったって。いや僕はドリチンクラブももちろんドリチンクラブいつの間にかなくなっちゃって寂しいなと思ってますし、はい、ごめんごめん、2時になったら2時とかいろいろそのもうね、いろいろ僕は本当に僕もラジオ好きになったのも多分ナイナイさんのオールナイトニッポンが初めてぐらいというか、まあ、世代的にはね、本当に古くから聞かせていただいてたのに、ここに呼んでもらえてるのがちょっと感謝感激なんで、本当に。なんでともしげくん芝君の話遮るように話し始めた。すいません、遮るわけじゃないですけど。いつまで一人で生きてるつもり。すいません。ちょっとだからびっくりしたんですよ。はい、ともしげ君の私服とか見て、はい、ああ、芝君はそのちょっとおしゃれで、なんかっていうのはなんか認識してたんですけど、はい、はい、なんか意外とでしょ。意外と。これでも雑誌のモデルを芝君のおかげでやらせてもらって、はい、その時にいただいた服を。たまたま今日二人とも着てきたっていう。あ、そうなんですね。これいただいたんですよね。割とすっごい派手なんですよ。そう、びっくりしたんですよ。今日まだ地味なぐらいで。でも、もうおしゃれとか好きなんや。洋服とか。いや、あんまりよくわかってはないんですけど、僕は。こういただいたものは、こうやって。いただいたものはちょっと。とか、奥さんが、なんか占いが好きらしくて、はい、うん、その日のラッキーカラーを、言うんですって。その色でやってきたりするんで、だから魚ラキからゴールドですか、ラジオなんですけども足元がもうすごいでしょ、ピカピカの、はい、大仏が履くスニーカーみたいな、ね、キンキンのこれもすごいゴールドだね。合ってないよね。でもこれ奥さんからプレゼントしていただいたものなんで、今日のラッキーカラーでもあるんで、はい、ちょっとキャ入れてきました。もう、ま、青が今日はラッキーカラーなんだろうなってもう分かる日とかもう真っ青なんでロックマンが来たみたいなあるぐらい、そうですね、すごいですね、はい、意外でした。いやそうなんですよ。ずっとこう目ギョロ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 してる。そうなんですよね。ちょっと落ち着かないというか、こんな生の何さんがいると。一人多いな。いや、本当に。桁が違ったから。ずっともう、ジャングルクッキングから見てましたし。見てたよ、それ。ないサイズもね、めちゃめちゃ見てましたし。ジャングルテレビ。ジャングルクッキングって、久しぶりに聞きました。しました。ジャングルクッキング夢中でしたよ。僕たちは夢中でした。ジャングルクッキングが最高じゃないですか、サモリさんのね。はい。あと、僕はでも、ナイナイさんで多分本当育ってきた部分がめちゃイケはもちろん見てましたし、 TMC ですよ、もういろいろ、うんすじつけたんですね、うんすじつけて帰ってきた TMC、 うんすじつけて、そんな、はい、そんな経験ある、うんすじつけた経験ですか、うん、恥ずかしいこと、恥ずかしいこと、恥ずかしいこと、漏らしたとか。ああ、でもまだそれこそそういうなんていうんですか、テレビの仕事とか、うん、そういうとこではまだないかな、人前とかでは。そうですね、そんなせん方がええのよ。恥ずかしいことなんて、うん、まあでもね、流出してまうねんから。そうですね、結果流出してしまいますね。そう、本当に、ね、怖い時代ですね。怖いね。なってるんですか、夢に見た、まあ、芸能界どうなってんだ。だから間違ったことしなければ、いや、まあまあ。楽しいんじゃない、まあ、そうなんでしょうけど。はい、まあ、ちょっとミスチ踏み外したら、ちょっと、楽しくなく、ね、一気に楽しくなくなる、ね、世界かもしれない。ちょっとなぁ。思ってたんと。思ってたんと違うっすね。最近僕も結婚をしまして。なぁ。はい。お子さんも一人生まれたんですよ。あんま自分ちのことを言わないけどな、お子さん。やっぱでもそういうのも。絶対な間違いなんだな。そうなんですよね。やっぱちょっとそういう、例えばそのトップ女優さんから誘われたらどうしようなんてこともちょっと考えたりしますし。はい、どうしよう。どうしよう。トップ女優って言い方やめて。ちょっとセクシー系になってですか。でもなんか僕はその岡村さんが一番好きだったところは、はい、モテない男の、はい、すごくその頂点にいるような人だと思ってたんで。ちょっとなんか褒めてるようで褒めてない。今のちょっと嫌やで。でも岡村さんがずっと、はい、めちゃイケで言ってた平方亜希子は絶対、はい、俺が落とすって言ってたのは僕はずっと信じてたんで、はい、いつになったら落としてくれるんだろうってずっと。落ちるわけ、落ちるわけないやん。連絡先の人が頑張れ岡村と。頑張れ岡村ですよ。応援してくれる。野村君に負けるなみたいな、いろいろ思ったんですよ。なるほど。そういうのあったじゃないですか。あったわ。あったあった。そういうのあって、もうそういうのがやっぱ、
いつかそうなっていくんだろうなって、面白いっていうのはモテないを理由がするんだなってやっぱ思ってたんで、だそういうだから僕はもうほんまにそういうなんかね、運持っていかれたくないっていうのもあったんで、あ、え、運持ってかれたそう、自分は運がいいから、はい、そういうそのなんか芸能界の人とかそういう人となんかなんかあったら、ああそういうことですね、自分持ってる運を持ってかれる金ちゃん的な考え方、はい、そういう考え方で運の量が決まってるみたいな、うん、自分は本当に運がいいんだ、だからこんな世界でお仕事もらえてるんだと思ってたから、もうそんな、あ、そうなんですね、シャットアウトしてたもん、シャットアウトしてたんです、本当はじゃあそういうひながさんとそういう感じは全くなかったんですね、全然ないよ、ないんだ、ともじえ君も好きやった、ひながさんが、いや、ひながさんも好きでしたね、僕は。もう初めて会った芸能人が雛形あきこさんだったんですよ。え？たまたまドラマでロケした時、ほんと、初めて会った芸能人雛形あきこさんあって、うわ、こんな綺麗な人がいるんだって思って。会ったんじゃないでしょ？見たんでしょ？見たです。勝手に僕は、よくわかんないけど、一般人で紛れ込んじゃって、うん、たまたまそのドラマがやってるところに勝手に入り込んです、ロケ現場に。ロケ現場に。でも、綺麗かった。挨拶されたんですけど、多分、やばい人だと思ってたと思います。一般人がドラマの撮影の中に紛れ込んで入っちゃったことがあって。やべえやつだ。やべえやつだと思われて。要はそんなとこに紛れ込めましたね。そうですね。なんかそうですね。わかんないねって。でも、その時の対応が良かったんや、雛形さんの。雛形さん可愛かったし、良かったですね。まあね。だって僕たち、認定漫才師にもなったことがあるんですよ。ああ、懐かしい。そう。懐かしいですね。その時にも、実は僕、ナイナイさんが好きだから、写真撮る時があったじゃないですか。ああ。あの時、真後ろに行ってるんですよ。集合写真みたいな。あったね。はい、これ、撮ってて。まだ残してる、まだ残してて、そのずっと待ち受けしてたんですけど。え、そんなんさ、はい、カンテンの番組で、もう一切言うてくれへんかった、ね。いや、言う時間なかったですよ。俺、言いたいって言ったら、なんか、その M1 関連の話だけにしてくれとか。あ、なるほど。そんなこと言わなくていいと。まあ、何組か、ね、こういうのがあって、これ、ここに、ねえねえさんがいる、これにいるんですよ。自分のカメラで撮ってもらったん？いや、これはナサリーさんとか撮ったやつを、後で。ナサリーさん。こんな、いるんですけど。メディアがね、撮って。あ、芝くんこんな後ろにいるのに、僕はここまで来てるんですよ。すごい前まで、最前列まで。あ、懐かしい。懐かしいですね。ああ、怖いね。ちょっと怖いんですよ。いいとことかで、後ろに映る人が、すごいグイグイ来てる感じ。いやいや、全然全然。でも本当に、まあそんぐらい、好きだったんですよ、ナイナイさん。いや、そんな嬉しいですよ、はい、そんな言うてくれんのは。嬉しいよ。世代はそうですよ。本当な、今日もそんなモグライダーはもうほらいっぱい来てるよ。教えてほしいモグライダー。モグライダーの情報を。いやいや、何でも答え、何でも答えます。それはもちろん。兵庫県ゴリラババ。以前ウエストランド井口さんに賞レース予選の結果が出た際、うん、他のみんなは誰々受かってたね、よかったねって話すところ、ともしげさんだけは誰々落ちたね。と話しているとバラされていました。そうそう、なんでそんなこと言うんですか。シンプルにね、落ちたい人、落ちたい人を、を言っちゃう、まあ、両方大事なんじゃないかなっていうのは思うんですよ、うん、誰だが受かってるってことは誰々が落ちてるんだよねっていうのも、そうそう、早く分かった方が会話的にはスムーズなのかなって。その勝敗はね、落ちてる人をなんか探す方が手間じゃないですか。あ、まあまあね、受かってる人の方が少ないわけだから。とか出てて、うん、そう、受かってる人の方が少ないのに、うんうん、落ちてる人をちゃんと把握してるって、その、そこに少し努力も見えるというか、そんなに見つけたい、なんか不幸な人を、みたいな。根っこがちょっとね、根っこの部分。ちょっと、そういう要素もある、ね。下見つけて頑張っていくタイプ。そんなこともないんですけど、すごいですね。話早いですね、やはり、矢部さんは。いや、まあまあでも。こういうタイプの芸人ってちょこちょこいるじゃないですか。はいはいはい、やっぱみんなそうなんですけど、総じて。ほうほう。誰だろうな、近場で言うと、うん、誰だろう、なんか、天然っぽい、あいつ、ベップちゃんとか、エイトブリッツのベップちゃんとか。うん、ベップちゃんもそう、はい。まあ、ザ・マミーの酒井とかも、まあそんな感じなんですけど、うんうん、まあ、ともしげも含めて。久保田とかどう？久保田。あ、まあ、ちょっと違う。トロサーモン。トロサーモン。あ、は、また、ちょっと違う感じですね。なんかね、うん、それぞれが、うん、お前よりは、俺の方が、みたいなのが、なんか、全員が、そう思うタイプ。ああ、はい。なるほど。なるほど。
だからその同族のやつになんかいじられた時異様にキレるんですよね。わかる、はい、出川さんが昔、はい、あのほらいろんな人に気持ち悪いとか言われてた、はいはいはい、だから俺がちょっとなんかそういうなんかあの出川さんがえって思うこと言うたら俺に対してめちゃくちゃ出川気持ち悪っそれ散々やっぱ言われてきたから、はい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 、出川さんが、ま、俺が何か言うた時うわ気持ち悪っっていう返しちゃう似てるかもそれはありますねああそういうふうにちょっと思っちゃう。思っちゃう時あります。はい。なんか、とにかく自分が最下位にならないようにっていう。まあ、結構、なんか、虐げられてきた人生ではあったのですが、そういう時が。最下位を避けたいがためにや。そうですね。うん。なんか俺はこう、言われた時に面白く返したから、そう、どうちょっとあったのかもしれないね。俺は笑い取ったぞと。そんなのもあったのかもしれないですね。なるほど、なるほど。先になんか、ノルマみたいに喋るんです。だからその、喋った回数が仕事した量みたいな感じ。なるほど。だからすごいエンジンかけたんだね。すごい喋るじゃないですか。すごい。かけた。ばばばっとこう、こんだけ瞬間から。いて喋ったんだから、うん、もう、俺が存在したっていうことでいいよね、みたいな。仕事しましたよ。喋った分だけの、汗かいた分だけ仕事っていう。まあ、そうなのかもしれない。これじゃあもうこの機会から、もう、ともしげくんが今思う、はい、こいつには負けないぞって。ああ。ちょっと教えてくれる？いろんな、いろんな芸人さんと絡むやんか。でも大事なことやんか。大事なことです。はい、そうよ。やっぱそこ負けず嫌いは大事よ。そう。はい。それがエネルギーにもなるし。いやそうですね。ええ、まあでも、まあまあ、近しいところで言うと、錦鯉さんとかはやっぱ、すごい、まあ、憧れでもあるし、はい、ライバルでもあるというか、その感じはあるんですけど、まさのりさん。まさのりさんとかに負けたくないなって。そうか、そうか。でも、僕がよく芝くんに怒られてたのは、うん、なんか僕やっぱその、可愛らしい感じなのに、グロいところが結構あって、うん、あの、めちゃイケのあの、三中くんになるぞみたいなのはめちゃめちゃ言われてたんですよ、芝くんに。あの、三ちゃん見てた時かも。見た時に。そうそう、三中。もう、うーわともしげだーってめっちゃ思ってた。でもそう、半中さんくんも岡村さんの方がすごい好きだったじゃないですか。うん、なんかね、応援してくれるんだけど。もうだから、もしあのオーディションで受かってて、うん、トントントンと言ってたら、半中くんみたいになってたんじゃないかっていう。受けた。受けた。あれも、ちょっとあの、オーディションに会場に行ったんですよ。嘘。でも、あの、丸バツクイズで間違えて。しょっぱなの。はい。あれで、もうあの、ダメだった。参加できなくなったや。オアシズが、高校生同士かみたいな、なんかそんなクイズだったんですけど。ほうほうほう。そこで一番最初、予選の前の前で敗退してたんで。結構早めに、めちゃ芸能知識大したことなかった。すいません。極楽トムの山本さんと同じぐらい。山本さんもすぐ、ちょっと、三中くんはちょっとだから、言われたりするときありますね。でも、わかるなんとなくやけどね。この度、僕たちが僕たちがモデルを務めることになりました。ハワイアンシャツが発売となりました。100ドル札、犬のコラージュのポイントが、プリントが、を帯したモデル。もう一回頭から言わせてもらえ、ぜひ。この度、僕たちが、おでん、モデルを務めることになりました。なんでおでんが一回入んで。この度、僕たちが、モデルを務めることになりました。ハワイアンシャツが発表になりました。発売となりました。100ドル札や、犬のコラージュをプリントした、モデルなど、個性的なデザインのシャツの数々。個性的なコデンの数々。もういいよ、俺が言ったから。皆さん、買ってみてください。もう行こう、せーの。ナインティナインのオールナイトニッポン。お前、パパになったんだろ？ちゃんとしろよ。はい。モグライダーの柴と。ともしげでした。しっかり。面白いな。柴くん、ちょっとさ。はい。やっぱ冷たくない？もうそのいやそうです？いや、うん、相当付き合ってる方だと思いますけど。付き合ってる？芝の愛情やと思うな。いやさすが矢部さん。冷たくすればスローと生きるもん。いやそうなんですかね。ともしげが。そうです。そう？うん、甘やかした末に出来上がったのがこれなんで。マジで？まあでもまあそうずっと売れなかったんでね。それはでも合ってるのかもしれません。やっぱり本当に。かもしれない。結構、わりかし、お坊ちゃんというか、お坊ちゃん親はお金持ちというか、そこは、根っこが多分そこなんですよ、ちょっと。ご飯食べたいって言ったら、すき焼きと寿司とうなぎとか、全部出てきちゃうような家だったんで、何でも食べさせてくれるような親だったんで。めっちゃ。出川さんもそうやもんな、お坊ちゃんのやつ。そう。海苔の会社の、そうですね。そうそうそう、めちゃくちゃ頼むや、あの人。そうなんです。飯食いに行っても。そう、だからその、昔からお金ない、みんながお金持ってない時から、その、
必要以上にバーって頼んじゃうみたいな癖もありましたね、確かに。めっちゃ鼻の下汗かいてんな。汗かいてます、ね、仕事してるね。仕事してるんですか。一番じゃ。いや、4人の中で一番。やったやったじゃねえだろ、絶対。ずっと喋ってたい。本当ですか？いやいや、本当です。飲みに行ったりしたら。あ、もう全然連れて行ってあげてください。お願いします。お酒はお酒結構飲めます、僕。寝ますよ、でも。すぐ。あ、ね、寝るタイプの。いやいやいや、悪い飲み方もそんなしないです。先輩たちがみんな傷ついているんですよ。俺の話そんなつまんねえな。そんなことない、そんなことないよ。あ、また新しいの。あ、そうやんか。うん、言うてたやんな。内村さん、あ、南原さんや。そうそう。南原さんの、現代狂言。狂言。やめましょう。それはちょっと。寝てもたん。いや、まぁ、ちょっと爆睡したんでしょ。まぁ、ちょっと、ちょっと。爆睡。本編始まる前ですよ。嘘やろ、はい、いや、ちょっと待ってください。せめて本編始まる。そうか。せめてというか。始まったら、うるさいもんな。違います。ちょっとどうかしてたんです。静かやから。本当にどうかしてたんです。どうかしてて。ってことで。どうかしてて。でももう、悔い改めて。どうかして。あの日から僕はずっと坊主なんですから。そうなんや。あの日から、その寝た日から、はい、その日から。反省の意味も込めて。はい、僕はもういろんな自分の感情が分かんなくなっちゃったっていうことを言っちゃって。そんなつもりなかったって一応言ってる、いろいろ言い訳しちゃって。なんで、面白いね、それ寝てなかったの、その時は。いや、確かに夜勤のバイトはめっちゃやってたんで、あ、そうか。とかもあったのかもしれないですね。そうなったらね。ひどいですよ、だから。自分で行かしてくださいっつって。あ、手挙げて、そうやな。で、一番前の真ん中。一番前、そうです、一番前です。だからバレたんですか。なんて言われた？それ。南原さんもそれ気づくやんか。いや、南原さんが気づいたっていうよりはなんかその。南原さんが気づいてなかったんでまだ良かったというか。あ、そうなんや。他の人が気づいた。まあ良かったってこともないですけど。まあ、でも今はもう耳入ってはる。あ、でも入って、でもその後、現代狂言呼んでもらって、僕、役者として、役者っていうかその、役員として出たことがあるんです、その後。役員演者として、ね。演者として、ね。演者として。その後、その、キノコ役として、出してもらって、キノコでこう跳ねる、役をやったりとか、優しい。優しい。南原さん優しい。優しかったりするんですけど、ね。ご飯も連れてってもらったこともありますしね。うわぁ。はい。南原さん優しいから良かったよ。そういうことです。もう本当にただただ、命拾いしたっていうだけですね。でも、坊主も、それ結局、その例があって、一件があって、事務所に呼ばれたんですけど、その処分を言うからみたいな。その前日ぐらいにライブ出てて、トム・ブラウンとかと一緒で、で、トム・ブラウンが、もうこうで、事務所行かなきゃいけないんだよとか言ったら、それもうちゃんと坊主にして、先に行った方がいいですよって言われて、で、坊主にして、来たんです、当日。そしたら、事務所の人も、あ、なんか反省してんのかって。言って、まあ、なんとなく、こう、許してもらえたというか、あれだったんですけど、ちょうど、それが、宣材写真を撮るタイミングだったんです。で、宣材写真、じゃあ、もうこれで撮ろうってたら、それは、待ってくださいって言って、泣いたんですよ。泣いた髪伸びるまで、待ってください。嘘、はい、髪型がやっぱ男の命だと思ってたんで。いや、女の人やろ、それは。まあ、そっか。そっか。でも結局もう、いやいや、そんな、もうこっちの方がいいよっていうので、はい、そのまま。まあな、キャラクターにも合ってるし。はい、泣くぐらい嫌やったよ、でも。嫌でしたね、あの頃は。はい。茶髪とかにも教えたりしましたし。そうな。いろいろもう、できなくなっちゃいました、ね。だからまだ異性をこう、意識してた。それはでもありましたね。はい。やっぱモテたい。モテたくて、やっぱ芸人になった立ちではあったんで。そうね。はい。そう、わかる。面白ければ、みんな ね。そりゃそう、ね。高校時代と中学時代はずっと持っててこなかったんで、やっぱなんかなんとかなるんじゃないかって。せっかくね、芸人さんになったから。はい、告白したりしたの、学生時代は。ありました。好きな人できて。好きな人できて告白しても、付き合ってくださいって言ったら、なんて言ったのって言って、付き合ってください。2回目で、あ、聞こえたけど、無理って言われたっていうのがありました。なんでそんなやつやめとけ。いや、でも、かわいかったですよ。かわいかったですよ。かわいかったです。かわいかったですよ、ないね。お前の滑舌が悪くてだろ。それを言えよ、その、女の子が、なんか、嫌なやつみたいな。でも、この世界入って、はい。モテたでしょ。モテたいですね。いや、結婚するまで、モテたでしょ。あ、もう、モテてないです、僕は、あんまり。モテないですよ。モテないです。ダメでした。なんか、ちょっと、ガサツとかもありますし。でも、ファンの方も、来てくれるでしょ？うん。でも、大体、その、ファンの方に、写真撮ってくださいって言って、芝くんと僕で写真、うん、3人と写真撮ったりしたんですけど、ツイッターとかに上がってるの見てると、芝くんとその女の子だけになってるっていう、切り取られてるんですよ、僕だけ。なんか、やっぱ。へーって。それはわかりやすいね。わかりやすいのはあるんですよ。だから僕も。気使っ
ってあんのかな、あと、あとツイッターが大体僕しかやってないもんですから、僕の方にこう連絡が来るんですけど、結局、芝さんをなんとか紹介してもらえませんかみたいなのはよくありました。ツイッターの方に来るねや。はい、そう来るけど、それは絶対、教えてあげないですけどね。腹が立ってるから。絶対教えてあげないですよ、その。まあ、失礼やしな。せめてもの。せめてもの犯行で。犯行で。自分で頑張ってな、あれすんやってくださいって。相方紹介してくださいって。これでも来てるよ、杉並区、ダラスマブス、はい。リーゼントにしたのはイケメンを隠すためというデマが流れるくらいイケメンの柴さんは、以前、アベマの番組でモテていたとお話しされていました、うん、実際どれぐらいモテていましたか。いやそんなモテたって知れてます。それはモテる相方やったかもしょうがない。そうですね、この世界入る前からモテてたんやから、うん、それはわかる俺も、うん、まあでもそれはねえ天下の、うん、天下の矢部蹴ってんね。え俺のロッカーえバレンタインで。え最悪足あった。岡村さんのロッカーバレンタイン見に行ったら、はい、上履きだけやって、はい、俺のロッカー見に行ったら、チョコレートベタに入ってて、はい、ドア蹴ってんで。すげえ。俺のロッカー。何ですか。なるほど。ガサって言って引っかかって、普通に開かへんようになって。ひどいやろ。バリバリ体育会系の後輩やった。いやそれでも怖い先輩じゃないのよ。でもその人が蹴るからやっぱ引くやん。そうですよね。なんか優しい先輩が初めて怒った。いやーなんかショックです。だからともしげくんなんかは、はい、そうやってなんか紹介せえへんとか言うけど、そうですね、相方のことが好きやっていうやつは俺のことも好きやろなと思ってたから。それは変ですね。いや、僕もそう思ってましたよ。この回路。いや、僕もそう思ってましたよ。相方のことは違う。僕がだって見つけてきたんですよ。僕らやから。いや、僕見つけてきたんですよ。僕が誘わなかったら、俺はやってないかもしれない。うん、そうだって。ナイティナインやから。そうですね。岡村さんが誘われて、連れてこなかったらね。世にバレてないかもしれないですか。じゃあ、岡村さん好きやってる人も、俺のこと、好きなの。それはもうお腹いっぱいやろ。もう、モテる側やから。むちゃくちゃなこと言ってる。むちゃくちゃな理論。それは多分分かれへん。これ言うモテてきた。歪んでますよね。モテてきた人間。そうそう、モテてきた人間分からない。分かれへんねん。いいですよ、もう。お笑いをも、よしやんなかったとしてもモテてたと思うんですよ、だから。そうやな。お笑いをやったからには、そうそうそう、こっちにくださいっていう。もっともっと言って。そうなんですよ。もう最悪ですよ。お笑いをやったから。フロント任せなら最悪ですよ、もう。だから、うん、キャーとか言われても、そうそうそう。だから、出て行ってキャーとか言われても、どういう対応したらええか分かれへんから、はい、パッと相方見たらもう普通に立ってるから、はい、あ普通に立ってたらええねや。舞い上がるねんな、こっちは。舞い上がりますよ。いや、だから、二丁目劇場最初出た時に、はい、まだコンビ名もないねん。サインくださいって言ったら、いや、岡村やべって書いててんな。書いてた。その時期に、はい、そのファンの子に言われて、はい、で、まあサインとか写真撮って、その子が履けた後に、うん、岡村さんに、お前なんで全然嬉しない顔してんの。ちょっと怒られる感じで言われて、いや嬉しいっすよって言って。ほらまだ敬語やったから。でも僕イメージだと岡村さんもその人気者っていう。クラスの人気者みたいな、はい、それは人気者の人 や, やった。そうですよね。そのいわゆる一軍の人じゃないですか、学校でいう。それは一軍やけども、それと、好きとか、はい、そういうのとはもうちゃうわけ。あ、そんなの小学校まで。面白い、足が速い、バク転ができる、はい、モテるっていうのは小学校まで。中学になったらもう、あ、ちゃうね。もう DC ブランドやとか、そういうのがわーっと出始めて、はい。女子が明らかに選んでいくねん。そうね。ダンス。確かに。ファッションとかもちゃんとしていかんと、はい、やっぱりあかんことになっていくわけ。そうなんですね。でも、うん、それはもう、バーンと売れて、それなりにやっぱりいい思いはされたんじゃないですか。ないい思いなんか何にもしてないよ。だからそのキャー言われるけどどうしたらええか分かれへん、だからただなんやろな、ちょっと尖ってるからなんかちょっとこっちから睨み返すとか。いや何それ何それ意味分かれへんと思うけど、うん、歪んでるな、歪んでるな、歪んでる。ほんまめっちゃ嬉しいもんな。めちゃくちゃ嬉しかった。天然素材でキャー言われてめちゃくちゃ嬉しかった。でももうなんでこんな感じになったんだ。いやでもなんて面白い。これがベストですやっぱ。ね、ベストじゃん。ベストです。土偶の形のティーバッグ発展。ナイティナイのオールナイトニッポン。ハタヨークジョギングシューズ買いました発展。ナイティナイのオールナイトニッポン。
メールです、はい、ラジオネームよっち。これまでを聞いた感じ、ナイナイとモグライダーめっちゃ似ています。なんでかわからないけどモテてしまう矢部さんと柴さん、相方のモテ方に嫉妬する岡村さんとともしげさん、後者の二人は完全にクソですが、ともしげさん、あの憧れのナインティナインと同じです。喜んでください。やった。確かにな。でも、うん、本当モテない人の星なんですよ。ちょっと待って、ともしげ星の、ね、もう結婚して、結婚したから、結婚しましたけど、そういう言い方ちょっとやっぱり独身時代な、独身時代というか、でも今でもそんな気がしますよ。今でもまあせいで結婚して子供はできましたけども、まあね、でも気持ちは一緒だと思います。気持ち、いやいや、まあ一人にモテたらもうそれでええわって。でも結婚してもやっぱりない、いや、モテてたい、まあまあまあ、それはね、モテてたい、オスとしてというか、そうそうそう、かっこいいとか選んでもらうのをね、年重ねるほど弱っていくから。そうですね、だからそういうのはあるわ。でも、ああ、でもどう、ともしげ君。はい、俺らそういうのある。ありますあります。でもお笑いってそれが逆転できる時間なんですよ。2時これ言いたかったです。これ、ありますで、逆、逆転ができるって聞いてお笑いの世界に入ったんで。なるほど。だって、お笑いはモテない人が面白いってなって、うわーってなる。モテるようになる。そうなんです。そういう世界だと僕は思ってきてはいるので。でも、もう結婚したのにそういうふうに思ってるってことは、もしかしたら間違い起こす。間違い起こす。本当よ。可能性も。そうですよね。あるかも分からへんねんで。もう我々。まあまあ、モテるっていうのは別に、その、過ちを犯すわけじゃなくて、その、言われて、それはごめんねって断る声も。色気というかね。モテてて、奥さんに一途が一番かっこいいんじゃない。確かに、それはそうですね。モテて、誘惑いっぱいあんのに。確かにね。なあ。そうですね。そこ目指そう。そこ目指しましょう。いや、ともしげ君、ほんまにそれ、我々ってモテてるんだろうかって考えない。ほら、まだ、我々みたいなね、我々みたいなもん、ほんまにモテてるかどうかっていうのは、っていうことを考えなあかんで。なるほどね。どうなったらモテてるっぽいけど、モテてるっぽいけど、実はこの後ろのなんか、そう。お金なり、なんか、そうか。違う。そうなるのか。もっと言えば、はい、その、岡村さんって来てるけど、その後ろの矢部さんを見てるとか。とか、もっと言うたらもう、ね、もっとその後輩となんか繋がりたいとか。あー、なるほど。紹介してくれみたいな。うん。そういうふうに思うかもしれない。そうやん。相手の計算が入ってるかもしれない。うん、俺らみたいなのもそこまでちゃんと考えとかない。すごいな。そもそもの、なんていうのかな、まあ、あの、生き方とか、はい、その立ち振る舞いが違うんだから。そんな、そんなことないんですか。そんなことないですか。それが逆転するのはお笑いの世界なんですよ。多分。もうその時代終わってんの、終わってんですか。そんなことない。そんなことない。逆転したってもうしょうがないね。しょうがないですか。もう我々は、結婚してるし、ね。でも、ともしげ君は そんな岡村さんを信じてきたから、これからどうしたらいいねんと思うよな。そうそう、そんなこと言われても。岡村さんもっと自信持っていきましょうよ。星なんだもんね。星なんですから。自信持っていきましょうよ。こんな流れ星みたいなのないで。消えていく。いや、岡村さんのブレイクダンスとか本当にかっこいいと思ってましたし。いや、そやけど、そんなんで別にさ、何か、なんちゅうの、ちょっとブレイクダンスしたらさ、ファッとこう、女の子、っていうわけでもないわけやん、踊れたからって。そうですかね。そうやで。でも、はい、そう、スマップ。スマップより踊れたりとかしてた時はもう、スマップ以上にモテるんじゃないかって。いや、俺もそう思ったやん。エグザイルと踊った時なんてそう思ったやん。オンエアとクラブとか行ったらめちゃめちゃ。ああ、でもそうでしょう。そやけども、結局、結局やで。キャー言うけど。キャー言うけど。あ、キャーって言われて、じゃあそっからどうしていいかが分からへん。そうそう、分からへんすか。うん。そりゃなんか、その、ね、黒服の方が女性の方連れてきたり、わーとか言って、うん。いました、おかざえるとか言うけど、はぁ、だすみたいな、カッコつけんね。いやー、もったいない。いらんなんでカッコつけちゃうんですね。根がやっぱ、なんか二の線なんですよ。じゃ、それ二の線、なったことないのね。なったことないのね。二の線。こんな感じかなって思ってまうわけ。あの、に、モテてる人ってこういう立ち振る舞いすんのかなと思ってしまうわ。間違いやねん、そんな。だから、俳優さんとか男前の人好きやねん。ああ。そう、かっこいい。仲良くなるのも。はあ。岡村さんが好きやねん。かっこいい人、モテる人。ああ、なるほど。だから、かっこええもん。そうなってしまうのかも。あ、そうか。考えも。そういうことなのか。それをずっと見て、モデルとしてるから。うん。ええー、もったいない。もったいない。もう全然いいよ。キャーっ
ってきたら、うわーって言って、イエーイって言って、いやいや、すぐ腰振るとかでいいんですよ、岡村さん。そういうの、そういうのは、そら、お笑いでね、ほんで、しかもモテてきてお笑いになって、そういう風にできる人はいいね。うん。やっぱ俺らなんかでけへんねん。一回だから、そんな、ま、独身時、若い時、そんなことしようともしてんな。つまり、そういうふうに、あの女の子と二人きりになって、はい、それはもう岡村さんも男やと。はい。を攻めようとしたら、うん、やっぱり、えってなんねんって女の子。あ、ほんまに。もっと、そんな人じゃないと思う。言われねんって。もっとマスコット的な、そう存在だと思ってたんだよ。ああ、それは確かともしげも言われる、ね。ミッキーマウスみたいって言われたわけ。あ、まったく。まあ、ミッキーマウスは言い過ぎやけどな。うん、これ、まずかったですか大丈夫、まずかった。どこに手やってんですか、キーホルダーっていうのは、それもそういうことやね。ああ、そういうことですね。かわいい象徴。そう、そんな感じです。南波から東大阪まで行ってやな。女の子の家が。遠いな。結構遠いね。南波から東大阪は。距離感ね。わかるんだ。どこまで行くんやな。そうですね。あそれからそこまで行ったのに。行ったのに。ああ、そうか。やめてください。やめてください。そんなことする人じゃないと思います。ごめんごめんって言って。もう世の中やし。でも謝って帰るという、ね。30分だけ寝かして、言うて。ああ。30分だけちょっともう、ちょっと寝かしてもって。帰ります。でもその女性も女性だなって思っちゃうからね。いやだから、ね、イメージもあんねやろ。でもなんでうちまで行ったんってなるしな。そうですよね。そうですよね。でもまあそうか。じゃあなんでうちまで来さしたのっていうのも違いますもんね。うん、かっこ悪いよね。かっこ悪いでしょ。じゃかっこ悪いやん。全然二の線じゃないですもんね、うん、それは。30分寝かしてもかっこ悪いけど。さすがにちょっとぐらいの東大阪まで行ってるからな。そうですね。寝かしてほしいなっていうのもあったし。ちょっと休ませてっていう。そうなのか。そうやで。ちゃんと知らなかったな、でも。知らなかったそういうこともあんの。でも頑張ってほしいし。頑張ってほしいです。もう岡村さんはいつでもスターにいてほしいんですから、僕は。本当に。もうだから、まあ。これからでもいいんです。これからでも塗り替えられるじゃないですか。じゃあちょっと待って、ともしげくんが思うモテるっていうのはどういうことなの？どういうことやったの？でもまあ、面白いから、好きってなって、本当にもう、いろんな人が寄ってきて、やめろよって言って、結婚してるからねって、岡村さん断るのが一番いいと思う。かっこいい。かっこいいと思います。そう、かっこいい。そんなもう、結婚してるからねって言いながらでも、ね、みんな知ってんのに来るような人ってもう、なんかのトラップかなみたいな。まあまあ、その怖さもありますけど。あるよね、もう。まあまあ、あるか。結婚してモテたら。それモテるとかじゃないもん。なのかな。ありますけど、なんか、行っちゃって、うん、その、バレちゃって、うん、やっちゃったーって言う芸能人も僕ら見たいんですよ。今、うん、もうな、はい、減ってきてるからな。はい、まあな、それもだからその人のキャラクターにもよるしな。そうですね。ありになる人。意外とバーってガン詰めされる人と。はい。なんか、一瞬わってなるけど、別に何もなかったかのように。なる人もいますね。なる人もいるやん。いましたね。か。やっぱ、そうやな、キャラクターやな。キャラクターやけど。かわいい。お笑いじゃなくても、俳優さんでもそうやもんな。そうなんですね。出てこれない人と、バーッとブレイクする人も。はあ、うん。逆にいたり。逆にそうですね。そうなんですよね。うん、そうやね。で、かわし方が、すごい人もいるじゃないですか。うん、あの、かわし方というか、その、認めつつも、みたいな、昔あの、亡くなられた円楽師匠が、なんかバーンって出た時に、うんうんホテルも行ったけど、うん、やらしてもらえなかったんだよっておっしゃったじゃないですか。うん、あった。あれ、あの線で行きませんか、岡村さん。行ったんだけど、似合う30分だけ寝かしてもらえただけなんで。そんなかっこ悪いやつ。いや、そんな人だと思わなかったですって言われました。みんなんかする人じゃないと思ってますって。っていうことかもこうなってきたらな。なあ。もう私たちが。今ね。私たちっていうか、ともしげくんをグッてこう、引っ張り込もうとしてるんだけど。でもなんか、モテたいっていうのはでも、まあ結婚してても思うことだから、しょうがないことではあるんじゃないかなと思う。まあ、モテたいっていうのは、まあ難しいところなんですけどね。せっかくね、この世界に入ったし。ちやほやされたいみたいな。ああ。でもいいんですけどね。なるほど。ちやほや、そらそうやな。ちやほやされたいですよ。そらそうやわ。うんラジオネーム、懲りずにミニラーメン、はい。以前テレビで見て知ったんですが、ともしげさんのお母さんとおじいさんの名前が特徴的で好きです。ナイナさんのお二人にも教えてあげてほしいです。お母さんね、これともしげって、うん、
名字なんですよ。名字なんですよ。そうなんです。これ下の名前っぽく聞こえる。そうね。ともしげっていう。完全にそう呼んでた。そうなんですよ。ともしげ本名が、よしきっていう。よしきっていう。ともしげ、よしき。で、お母さんが、ともこって言います。そう、だから、お母さんがともしげ、ともこなんですよ。ともともで。ともとも。ともともさん。まあ、もともとは、当然、嫁いできて、その旧姓が、はい。旧姓は全然違ったんですけど、嫁いできたから、まあ、ともともになっちゃったんですけど、おじいちゃんは、ともしげしげるっていう。なんか変じゃないですか。ともしげしげる。おじいちゃんは、もともとともしげ家の人なんだから、そう、重ねていく必要ないじゃないですか、なんか。そうね。ともしげしげるって。面白いね。サミュエル・エル・ジャクソンみたいな。ほんまやね。はい、なんでそんなん。変わってますね。面白いね。はい。しげしげ。しげしげはほとんど働かなかったっていう。ともしげしげ。しげるは、ともしげちやきんっていう奥、おばあちゃんにすごい食わしてもらってたっていう。おばあちゃん働きも。おばあちゃんが、ね。肝体質やったね。肝体質だったみたいですね。ともしげしげる。ともしげしげる。何やろう。意外といないですよね。そう、いないね。うん。ともしげとも。ともともね。ともともと。兄弟いるの？兄弟はお姉ちゃんが一人いますね。うん。あ、お姉ちゃんがまあ幸せに今暮らしております。いや、ともしげありがとうございます。幸せでしょ？すごい似てるらしいです。そう、似てる。そこにお下げつけたら。お下げつけたら、ね、お下げ。お下げに、お下げにはさすがにしてないでしょ。今時お下げて。ラジオネーム世界百秋。ともしげさんは、ナインティナインに憧れていましたが、柴さんは誰かに憧れていた芸人さんはいるんでしょうか？いや、そりゃ、もちろん、ナイナイさんはもうど真ん中ですし、あれですけど。声どんどんちっちゃいなって。いや、そんなことないですよ。いやいや、なんか、張った方が嘘臭いじゃないですか。めちゃくちゃ、もう、岸和田少年グレッタイなんて、もう全部のセリフ言えるぐらい見てましたよ。見てましたね、僕らは。はい。で、ありがたいけど。このラジオ、僕、めちゃくちゃ山奥なんですよ、実家が。うん、ラジオ、来てた、はい。ラジオ、のを聞く習慣がなくて、電波がもうシャバダバで、でその高校の時に一個上の先輩がこのナイナさんのラジオをずっと録音して聞いてたやつを、面白いから聞いてみって言われて聞いて、あ面白い、こんな面白いラジオってつって実家帰って自分でも聞いてみようと思うんですけど、もうザーで、なんかね、でこのアンテナ触ってたら聞こえるけど、話したら聞こえないみたいなわけわかんないのあるじゃないですか。あるあるね、まあ、あれでなかなか聞けないっていうので、でも結局その同級生のそれこそナイナイのオールナイトニッポンフリークのというかナイナイさん超ファンのやつと組んで NSC に後に入るんですよ。うん、そうだな。はい、あ、そうなんや。こっちの東京 NSC の旧期生で入ったら、ここの、はがき職人やってた、松原修太と、知ってますか？同期で出会って、松原修、そうや。そうなんですよ。で、僕、さっきまで松原修と二人でラジオ撮ってたんですよ。めちゃめちゃ、はい、接点があるんですよ、だから。すごいな。ナイナイさんとちょっとだけ。松原修はね、ずっとハガキ職人やってくれてたんだけど、一、はい、回破門になってんですよね。はい、実家に来よったんですよ。正月帰ったら。ちょっとね。してねんって。ちょっと夢中になりすぎたみたいで。そう。でも、はい、芸人になります、言うて。はい、芸人になんねや、言うて。まあ、それも日本放送にわざわざ下に来て。はい、芸人やります、って言うてくれて。そっから、あれちゃうか、なんか。また作家になって。そうです、そうです。NSC も途中で辞めて、ね、で、作家でいろいろこうやったりとかして、細松さんとか、ね。何年か前にそうです、アニメの脚本の方で。そうそうそう。そうなんですよ。すごいやった。芝くんはめちゃめちゃ親友ぐらい仲良くて。うわぁ、そうなんや。とラジオとか一緒にやってる。意外な設定。そうなんですよ。一回ご飯食べたんちゃうかな。あ、でも言ってたことあります。はい。食べたことあんねん。そうなんです。まあでもその本人はそのどっちかというと、ああ矢部三強というか、そうだろ、それは言わなくてよくない？まあ、それなんで俺のうち来んねん。それ言わなくてよくない？いや、なんか、いや、別にいいんですけど、言う必要もないんですけど。なんで俺のうち来んねんって。まあ、相方のうち行けよ。そうですね。なんだ、なんかずっと覗いとんな、思って。
正月帰った。いや、だからやっぱ岡村さんだったら受け入れてくれるかも、みたいな、なんか。親しみがあったかもしれないですね。あ、そう、まあ、矢部さんはちょっと高いから、レベルが高いから、岡村さんで。ちょいちょい言ってしまうからさ、俺を見下したから、見下した、見下したやと思って、違う違う、喋ってるやつ、違います、違います、私ラインだ、気づいたね、違う Hey Siri の Hey 不要に12点ナイティナイのオールナイト日本。さあメールいきましょう。はい、はい、ラジオネームシビカ、うん、岡村さん、基本的に柴さんに舐められてます。ともしげさんにも舐められてます。モグライダーに舐められてます。憧れを超えると舐められるんです。これが岡村さんがやってきた活動の成果です。おかしいな。違う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 。これはでも言い方がちょっと変なだけで。言い方が変。その、多分褒めてることだと思いますよ。その、そう、結局最後舐められる人が、はい、その勝ちじゃないですか。俺もスーパースターってそういうもんじゃないですか。今さ、喋、はい、りながらニヤニヤしてた。もう喋りながらニヤニヤして、ほんまそう思ってない。じゃあ男子は言いたいことわかる。鶴瓶さんの凄さ、ね。そういうことです。はい。そういうことですね。笑福亭鶴瓶の凄さ。でもあれ、その鶴瓶師匠は、はい、ほんまに誰も舐めてないやん。ほんまに、まあまあ、もうほんまにリスペクトしてるやん。リスペクトしてます。岡村さんを。しててのいじり。そうです。そういうことです。しててのいじり。はい、うん、今そうかな。受けてくれるっていう安心感です。あ、そうです。はい、もちろんそうです。全然それ、だから感じないの。最初に冒頭から言われてた、ともしげくんは下の人見つけて、はい、踏み台にして、はい、あの、自分をこうパワーアップさせるような話してたやん。はい、そうですね。完全にさ。そう、ともしげくん、すごいとこ言ってあげて。どんどん岡村隆史のすごいとこ言ってあげて。やっぱもう、スター性が抜群にありますし。ああ。やっぱり。スター、ああ、もう、それは。顔が素晴らしいですよね。顔がいい。顔がいい。顔がいいねやったら多分モテてると思うんで。お笑いとしていい。お笑いとして、お笑いとして。みんなが羨ましがってました。本当に。え、この顔を？はい、岡村さんになりたいっていう人がいっぱいいました、芸人では。そうよね。ともしげくんは？僕もなりたかったです。僕もまあ、お猿さん顔っぽい、まあ、ゴリラ顔ですけど。ゴリラの方やね、ゴリラの方ですけど。やっぱ、お猿さん顔とかがやっぱ面白いと思うんですよ。そうでしょ？世界では。そうなんですよ。あと、真面目。とにかく真面目。誰よりも真面目。僕は本当、いろんな笑い芸人さん見てきましたけど、はい、ナンバーワンだと思います、真面目さは、本当に。真面目さは。はい。はい、玉切れ。はい。もう終わりやね。3発。いや、もう本当にもう、浅めの3発。いや、モテない人の星。なるほど。はい、それやねん。気になるのが。モテてはないんだもんね。モテてはないですもんね。そうやねんけど、まあ、それって、まあまあ褒めてくれてんのか。褒め言葉じゃん。いや、だって、モテてる人の星って言ったら、嘘つけやん。まあそうやで。ね。まあ、こんな、嘘つくね、うん。僕も含めですけど、モテない男子がめっちゃ聞いてたイメージなんですよ。ナイナイさんのオールナイト日本って。それさ、リスナーをもさ、合ってると思う。なんかモテない人たちがみんなが、落ち着いてない。リスナー頑張れ頑張れリスナーをも下にしながら、ぐわーっとこの、オールナイトのリスナーをぐわー下にして、のし上がっていこうとしてんの自分を面白く、しようとしてるやん。違う違う。でも本当になんかその、みんながなんかモテないので、いろいろまあ、下ネタとか行ったりとかして楽しかったなっていう、なんか、オールナイト日本のイメージがあります。そういう人らに支えてもらってたのかな、そんな気がします、僕も。僕は。いや、いえ、いい意味でやな。いい意味で。とてもいい意味で。うん。いい意味。大好き。今のあかんな。しばくんが完全にバカにしてんの。オリコンさん。ちょっと今の、ちゃんと書いといてくださいよ。バカにしてないよ。バカにしてないです。伊達メガネ取って、大好きって言ったら。嘘ですわ。してないですよ。ニヤニヤしながら。でもな。そうです、そうです、そうです。なんかここで。ちょっとこう、ちょっとふざけた感じで、次行きたいみたいな感じだったね。いや。変になんか、うわーっつってそわそわするのも、ちょっと違うかなって。そうかな。思っただけです。俺舐められすぎてるような気がする。いや、そんなことないです。そんなことないです。考えすぎです。本当？本当です、本当です。じゃあ、これ、ちょっと、俺も知りたいな、ラジオネームぬるっと。
柴さん、はい、正直今日のともしげさんのトークいかがでしょうか。無理に敬語を使おうとして苦しそうに話してる印象があります、うん、普段や後輩の前でのともしげさんを教えてあげてください。あこんなん来てんねんけど、まあまあ、確かにともしげはそのなんて言うんだろう、本当全人類の中でもトップクラスに人選んで喋りたい、うん、そんなことないよ、そんなことないよ。人を選ぶ、人選びます。あおやおや、はい、だからまあ違うのか、その当然ナイナイさんなんてなったらね、もう、うん、できるだけ下へ下へってなる。可愛いともしげ、はい、やけどな、はい、印象は、はい、でも結局その寝腐りしてるんで、結局その下に行ってたつもりが、ね、根が腐ってちぎれてファーッと上まで上がってきてるのがさっきみたいな、その岡村さんを少しバカにしてるのかな。バカにしてないよ。少し、はい、時々出るよね。出ますね。なんか一瞬上に立った。そうなんですよ。だから後輩とかには平気で呼び出してネタのダメ出しとかするんですよ。うん、いやいやなぁ。まあまあまあ、それはまあ、良かれと思って、その子のが気づいてなさそうだから言ってあげただけであって。うそうそう。あ、そう、そう、そんなタイプ。そうなんですよ。だ先輩とかには割と、でも先輩でもやっぱり芸風見てとか、ありますよ、もちろん。で、後輩でも、うん、テレビいっぱい出てるやつには、さん付けの敬語なんですよ。うん、まあまあ、そうね。ナダルさんとかにはなっちゃいますね。なんかまあ、でもなんか、僕たちがテレビ行ったの遅かったんで、それまでに出てた人はみんななんかさん付けというか、になっちゃうんですよね。なんか。もう先にこう、そうですね、世に出てた人とかは。まあまあまあね。なっちゃうんですよね。なんかね、ちょっとこう、うん、大丈夫っていうとこは結構あります、すごいなんかさ、好きやとか言って言うてくれてんのに、はい、やっぱちょくちょくやってくるやん。うん、まあそうなんですよ。やってきてるよね。やってきてない、やってきてないです。やってきてないです。そのなんか変な、これ体にかけていいのみたいな液体、ビュッてなんか、ちょっとかける。いやいやいや、ほんと。ちょっとかけられて、うん、っていう。そうしげさん、何のトップやったっけ岡村さん。モテない人たちの星です。ビュッビュッとかけられて。こう家帰って4時ぐらいに、あいついやいや、ようあんねん、それ、吉本先輩は。寝る前、なんであいつにあんなことないんだ変話しようっていう。でも、吉本の人多いか。でも、岡村さん、恋愛相談とか、なんか、オールナイト日本でしてたイメージがあったんですよ。なんか、今年もあれだったなとか、あの子可愛いと思ったけどダメだったとか、うん、なんか、そんなのをなんか、親身に話してくれてるイメージだったんで。確かに、あったあった。そういうの、うん、なんか、やっぱ、そりゃそうでしょ。だってあかんことしか喋られへんやん。成功したことなんて絶対言われへんわけ。あ、そういうことなんですね。じゃあ、成功した時もあったんで。あるわけないやん。あの、かっこつけたら。めっちゃ、めっちゃ、変な漫才みたいな。変な漫才ってまた、バカにして。終始、モグライダーバカにしてるよな。変な漫才って。今俺は綺麗に決まった、この。変な漫才でしたよ。いや、変な漫才って何よ。なんか台本上、イニシアチブは、ともしげの方が取ってきたよ。今、綺麗に決まったなと思ったよ。振られて、答えて、みたいな。変な漫才やけど。そんなわけないじゃない。決まったんちゃうん。ツッコミともしげやで。なんかね、はい。すいません、なんか。そうなのよね。変でしたよ。新しいかもな。はい。変やったかな自分で聞いてみな。わからへん。今、パシッ決まったな、思ったら。変な漫才になっちゃった。大丈夫、岡村さんのモテないエピソードめっちゃ笑うよね。めっちゃ好き。そうですね、やっぱり好きなんですよ。出てるよな。そうですね、でも。根幹の部分、うん、出てるよね。でもそれほどなんか聞いて育ったと思うんですよ、なんか。やっぱ、まあ、僕も持ってなかったでは一緒だな、みたいな感じになってたのかもしれない。そのなんか、あるあるみたいな。同志なんですよ。うん。その中のやっぱ星なんで、だから。何の星や。同志ちゃうやん。同志の、あの、星やったらもう、同志ちゃうやん。すごい上やんか。そうですかね。そうですかね。そうですかね。持てない人の星だったと思う。持てない人の星なんだ。何回そうですよ。モテない人は星。多分、いると思います僕みたいなやつが多分。モテない人はもう星じゃないやん、もうクズやんか。クズなんですかクズなんですかそんなことないでしょ。だって芸人になりたい、モテたいって思って、はい、本性が入ってきてるのに、モテてない人がいんねんから、星なわけないやん。でも逆になんか、岡村さんのその、モテないやつの方が正しいんだよみたいなことを提唱してた感じがして。ああ、そう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 。あんまりその、僕はあんまり遊ばない方がいいのかなとか思ってた時期がありました。ああ。
その。同じやない。はい、そういう時あります。その。歯食いしばって寝るっていうね。はい、そう、ね、でもそれは、こうみんなが聞いてる場では、そういう話しかできないもん、それは。できないからっても喋れないじゃん。そうやん、そうやん。そう、失敗したことしか喋られへん。成功したことなんか。成功した時も結構あったんですか、ね、当たり前がな。いや、そんなことあるかも。一個付け加えたら。一回乗って、何磨いてんすか。え一回乗って、やっぱ突っ込んだ方が、いいですよ。ええのかな。今から乗り突っ込む。お前もお前で焦って、なんか。食い気味に、食い気味に振り始めた。あんま慣れないことやるもんじゃないか。俺言い終わってないのに。振りの段階とかわかんない。今もまた変な漫才やったな。もうなんか、分かってる者同士の、なあ、一番悪いやつな。すいません。ネタ合わせしすぎてて、なんかもう、決まってたみたいな。面白い。面白い。面白かった。変な漫才すごい。変なコンビやもんな。わかれよ。漫才って難しいな。難しいです。前田のネタ見てるみたいな。バカにしてるじゃん。前田。そんなことないよ。前田面白い。前田にも悪いやない。じゃあ、見てる方がドキドキできるコンビ。あ、これ大事ですよね。それってやっぱこう、引きつける魅力やから。何が起きるのか。大丈夫、大丈夫って思われながら。そう？いやいや、もう年齢的にザ・セカンドやから。ドキドキしたらかね、安心して見れるっていう。セカンドじゃ聞かないですよ。そうやな。フォースぐらいかもしれないけど、安心して見れないとダメやんか。まあまあ、ドキドキされたらもうあかんやん。いや、でも微笑ましかったです。これでも二人喜んでください。逆に、芝君をいじれるチャンス来たかもしれない。何ですか、何ですか。ラジオネームカクカクゴロウ、モグライダー芝さんは、ナインティナインの二人に負けず劣らずアナログです。ああ、ツイッターやインスタのアカウントはあるみたいですが、何年も更新してませんので、マネージャーや相方さんから SNS をやってほしいと言われているそうです、ご自身の YouTube でいいねってなんだよ、いいねは直接言ってやれよと言っていました。ナイナイさんでもデジタル系で勝てそうです。確かに。まあ、その、アナログぐらいは。ほぼ何もやってないです、芝君は。俺もそう、何にもやってない。無理ですね、なんか。うん。やられてます？岡村さん。やってる。インスタグラム。あ、勝ち怒った。勝ち怒った。早っ。喋り方。インスタグラム。ステーキにあげんねんな。そう。ああ、そうなんですね。もう、だいぶ前からやってる、インスタグラムは。ああ、そうなんですか。何を、写真撮ってあげたりとかってことですか？初期の頃はもうただの自慢。海外旅行行った時の写真。でもみんなそうやんな、自慢。まあ、楽しかった思い出みたいな。多分ね。そういうのをどうってあげてたけど、今はその、告知とか。ああ、そうなんか、その、こんな本いただいたとか、後輩から、そういうのを告知してあげるというか、そういう場に使わせてもらってます。自分のこと。まあまあ、便利は便利なんでしょうけど。まあまあ、みんなやってありますからね。でもなんかな、ちょっと無理なんですよ、僕。芝君は便利が嫌いなんですって。便利が嫌いですね。便利になっちゃうと人間が退化しちゃうって、その人間の頭の中で、その、スマホとかも、グーグルで調べちゃうじゃないですか。そういうことじゃなくて、自分で覚えた方がいいって言って。そう、なんか、まあまあ、そんな大層なあれじゃないですけど、でも、調べもん気づいたら、携帯で調べてない？やってます、やっちゃってます。結局はね。やっぱ便利やもんな。便利なんです。すぐ出てくるし。はい。だからもう、付き合っていけば、結局わかるよっていうのもわかるんですけど、頼った方が。でも、このまま行ったら、もうなんか、体いらなくなりそうで、なんか怖くなってくるんですよ、その。なんか、ああいうマトリックスみたいな。仮想現実みたいな。もう寝てるだけみたいな。なんか、自分がほんまに、そう。活動できてんのか。そうなんです。で、なんか、ああいう VR とかまで出てきて、VR で、エッチなやつとか見て、って言うじゃないですか。あんなのしだしたら、なんか、恋愛もしなくなるじゃないですか。まあ、そうやな。それだけでもええわけやから。そうみたいやで。そうでしょ？好きな人。だから30超えたのに、童貞みたいなやつがザラに、周りにもいて。ね、ああ、なるほど。多いって。でも、なんか、相手のこと考えなくなるじゃないですか。なんかその。ああ。生身の人間じゃない。そうです。ね、これ言ったら嫌われんじゃねえかなとか。なるほどね。はい。そういうのもやってかなくなって、どんどん、なんか、これ、便利というか、なんか、怖いんだけどっていうのがずっとあって、いやいや無理なんですよ。なるほどねって言ってもてるよ。よこ賛同してもてるよ。賛同しちゃうんですね。そうなんそんなんちゃうのよ。そんなんちゃうの。バカにしたいね。
あ、僕のことですね。あ、全然全然。でも全然、本当に、パソコンも、わかんないですし、うん、使えないし。そう、わかんない、うん、そこは。あ、わかんないですか。弱点は、うん、お化けと蛇が嫌いです。お化けと蛇はもう本当にダメです。しょうもないな。お化け見た？お化けと蛇が怖いってしょうもないな。なんかちょっと、しょうもないな。いや、ちょ、お化けと蛇。語彙力。お化けと、語彙力ですよ。にお化けと、お化けと蛇が怖いってしょうもないな。ちゃちゃちゃ。なんか言葉巧みに来てください、その。出川さんの時と一緒じゃないですか。気持ち悪いっていうの。お化け、お化け見たことあるから怖いの？見たこと、まあ、そう、あんま、見たことあるんですよ、実際。お化け？はい。またまた。お化けの話しようで。いや、だから嫌なんですよ、その言うのは。その、なんか。いや、してしてお化け。嫌ですよ、そのなんか。どんなお化け見たん？いや、その、怖いですよ、女のお化け。うわ女のお化け。どういう状況でよ。これ難しい。なんでお化けってわかんの？そうやんが。これね、まあまあ、最初は、うん、はっきりは見えなかったんですよ。白い輪郭だけ。と、音。おうおうだけど僕もうむちゃくちゃ田舎のもうほんと街灯もないような真っ暗なとこ、真っ暗なとこで夜中友達のを迎えに行ったんですよ、チャリで。うんうん、で友達の家が坂、そっから坂ちょっと上がったとこに見えるんですけど、うん、そいつの部屋の電気ついてて、うん、でもう着いたよっつって一回電話したんですよ。うん、したらはいはい今降りますっつって、うん、ですぐ電話切ってすぐチャッ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 つってそいつの足音が聞こえて、早いなと思って。うんで、ちゃっ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 つったら、白い、その、動いてこっちに来る人の影が見えるんですけど。お友達じゃないの？はい。ちゃっ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 つって、もうすぐ目の前来たのにまだ白いんですよ。うわ。で、わーって、なんかいなくなって、したら電気が消えて、そいつがちゃっ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 て降りてきたんですね。うわ。なんか、そんぐらいから始まって、あ、それが入り口なの？それが入り口なんですよ。何回もあんの？それから。それがね、二十歳前ぐらいの、まあ、十代の終わりぐらいが、だけ、その期間があったんですよ。見えんのや。見えたりしました。もう、可愛い猫のやつとかもありましたけど。可愛い猫？はい。すっごい可愛い猫が夜中、ちょって、俺は車、免許取り立てで乗ってる時、ちょって車の前に来て、で、止まってこっち向くんで、まあ、可愛いから、もう追っかけるですか。で、ちょって、そしたら、細い道入ってって、うん、でまた追っかけてたんですよ、うん、細い道入ってってすぐ左が、うん岩肌なんですよ全部、うん、崖みたいな、うん、で右側はもうすぐ川なんですけど、うん、その岩肌の方に猫がシャーンって入ったんですよ、うん、でどうなったのみたいな、うん、と思ってその入ったとこまで車で行ったら、うん、その猫との形のお墓があるんですよ。ええー。怖くないやつも見てるんですけど、はあ、怖いやつも見たし、そうなんです。なんかもうお母さんの家系がちょっとそういう。あ、霊感強いっていう。母親も一時期とかでしたけど。はぁ、あ。おばあちゃんとか。はぁ、あ、って言うても感心してるそう、バカにしづらい。感心。ちょっと違いましたね。感心してもらってもいい？すいません。けなしたかったんやろ？けなしたいですよね。来てください、もっと。けなしたかった。田舎もんではあります。いっぱいおるよ。そうよ。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中。ナイティナインのオールナイトニッポン。出た、お化けの話してみて。いや、じゃあ、いいでしょ。すいません、なんか。はずいんすよ、お化けの。二人聞き入ってたの、ね、結局そう。それを、なんかこう、けなしてくれるって言うから。はい。そうね。そう思ったんやけど、ちょっとまあ聞いてみて。話が上手で、ちょっと、うん。うん。ラジオネーム、失敗したら絨毯笑い。芝さん先ほど、うん、さりげなく岡村さんの名前を呼ぶときに、うん、岡村くんと言いそうになってました。完全に舐められてます。多分そのうち呼び捨てにされると思います。そんなことないですって。そんなわけないじゃないですか。何時の出来事岡村さん。さっき。岡村さんに岡村くんって言いそうになってます。そんなことないですよ。なんちゅうのもう心の底から、はい。バカにしてる。ええー、そんなわけないですよ。だって普通に考えてください、そんな。大スター。親近感ちゃう。そう親近感。親近感がね、はい、やっぱ強いから。ね、ともしげ君。そう。いや、これもう大スターっていう言い方が俺もう信じてないね。もう、だって、西木野さんの言い方。あ、違う違う違う。西木野さんいいじゃないですか。いや、いいけど、もう好きやけど。いや、読んでたけど。めちゃめちゃ盛り上がってる。バカにしてたの。そう。いや、バカにはしてないけど、俺らのスターではないやん。
いや、まあまあ、世代的にとか。そう、世代的には。そうなのかな。みんながスターって言うやるからスターって言ったら。通じるからね。通じますよ、うん、お前考えすぎなんじゃないの。え、おい、おい、ともしげ君。ちょっと待ってください。ともしげ君。あれ、どうしお前って言うた。多分俺に。いや、僕です。違う、俺に言うた。気のせいや、気のせいや。俺に言うた。岡村君ならまだしも。お化けじゃないです。お化けいるんじゃないです。お化けが出たぐらい俺ピーンってなったの。お化け出たんちゃうかな。お化け出ました、ちょっと。後輩の芝が。言うはずない。言うはずないですよ。言うはずないですよ。岡村さん。いや、俺言うたと思うで、今。岡村さんやのよ。そうです、そうです。そうです。岡村さんです。俺でも岡村さんやの。岡村さん。そうですよ。お前なんて言うはずないやん。うん。いや、言うたと思うわ。気のせい、気のせい。いや、気のせいですよ。言うたな、ともしげ君。言うてない？お化けじゃないですか、じゃあ、本当に。お化け？岡村さんにだけ聞こえるお化け。お化けとか言うなよ。お化けとか言うな。ごめんなさい、お化け信じてないって。信じてない。今言う。あんま信じてない。これはでもリスナーが感じたことや、ね。そういうことです。はい、リスナーがそう感じた。感じたこと、ね。そう感じただけで、俺が別にそんなこと言うわけないですよ。ラジオネームリリン。ナイナイのオールナイトはモテない人が聞いてたイメージという言葉。ついに。リスナーを舐め始めました。はい、違う。これあなたが憧られてたラジオですよ。いや、でも。来てますよね。でも、言い方一つなんですよね。モテない人たちが応援してたっていう、なんでしょう、なんか、でも、みんなでその、ね。もう活字になったら怖いからな。もうオリコンさん全部一言一句も、バババー打ってはるからね。グループってあるじゃないですか。その、いや、イケてるグループとか、イケてないグループとか。はい、でもそのなんか、イケてない。他のラジオの人たちは、イケてないグループ。イケてないグループの人が、あの、イケてないところの一番上にいるのが、岡村さん。この野郎。で、岡村さんの恋愛をみんなで応援して、今年こそはってだけ、今年もダメかーっていうやつを、毎年やってたっていうイメージが。ニヤニヤしながら喋らない。勢いを喋って。ニヤ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 。楽しかったっていう、本当に。楽しかった。でもすごいね。出川さんにダメ出しされてっていう。そのグループの星やねん。星ですから。スターです。一番は一番や。一番です。ああ。カメラさんが。一番や。一番です。ナンバーワン。一番モテないっていうことやな。一番モテるじゃなくて。一番モテないわけじゃなくて。モテん、そんな、まあまあ、そういう時もあったのかな。そしたら、リスナーがみんな頑張れて。そんなこと言ってた時もあるんじゃない。だから、リスナーは、はい、ついてきてくれたんじゃない。そうそうそう。そうか、だからそういう。元気をもらってましただから。まあまあ、そういう奴ら、モテてる奴のことをちょっとまあ、なんていうの、こう、嫉妬してね。うん、まあ、歯食いしばって寝ようぜっていうふうに思ってたタイプかもしれん。そうですね。坂田師匠のように。歯食いしばって寝ようぜっていう。坂田師匠。いや、坂田師匠はもう、ほんまにもう申し訳ない。岡村ほんま前結婚すなよって言って。結婚すなよはすごいですね。連絡来てた。めちゃくちゃ、パワハラとかの域じゃないですね。結婚すなよは。上には上がすごいですね。そうか。伝統なんですね。俺もだから一瞬、その坂田師匠みたいになんねやろなって。だからまあ、なんちゅうかな、吉本のああいう大先輩で、素晴らしい、ね、方を継いでいけたらええなと思った時期もあったけども。うんやっぱりね、うん、こうなって、うん、まあそのモテへんやつの星やったかもしらんけども、はい、一人の人にモテたからもうそれでもう勘弁してよ。いや納得いってなさそうだな。まあでも、まあでもよかったなと思ってます本当にみんな。うん。うんそうでしょはい。うん。でも、もっといけるんじゃないかとかもちょっと思うときもあります。もっといけるまだまだもっといける、ね、スターですから。そうそうそう。あそういう岡村さんも見たい。見てみたい。うん、これから、50、60、まだまだ人生ありますから。色気をね。はい、色気が出していく。全然いけると思いますよ。うん、そうかな。はい。自分ではあんまそういうふうに思わへんねんけどね。自信持てって。気のせいや。今な。あれ誰か。ちょっと。あ。どうしたなんかおかしないか今日。いや、俺がどうかしてんのか。疲れてるんですか疲れてるのかな、はい、そうじゃない。はい。え、芝君って同期やった旧期言ってたもんな。旧期ではあります。はい。同期か。同期内の旧期じゃないですよ、あれ。大阪の旧期ですよね。僕らはね、大阪の旧期。ああ、まあまあ、そうか。そっか、分からへんわ。ナイティナインのオールナイトニッポン。さ あ、またメール、はい、来てますよ。ラジオネームフルフル。
うん、岡村さんも気づいてると思いますが、は矢部さんモグライダーと3対1なんですともしげさんはだいぶ早い段階で岡村さんとの切り離しに成功しています、はい、人見たよね。いや、そんなことない、そんなことない。見られました、ね、見られたな。見てないです、大丈夫なんか完全にこうカチッとこうなんやろな、あの流れできてもうたよね。いやいや、なんかあの順番ができた。俺最下位になってる。そんなことないです。いや、最下位な。最下位、最下位を探す。最下位を探しがちやもんね。してないして。今日最下位になってる。最下位じゃないです、最下位じゃないです。一番です、一番。一番。いや、こんなんかやったらもう一番ちゃうやん。初めて、いじれる先輩できた。すごいな。いやいやいや、いじれる先輩が内定ラインの岡村隆史さんってすごい。いや、絶対いじれないって言って。3位やで、な。いやいや、3位とかじゃなくて。俺4位や。3位とかじゃ、4位じゃなくて、1位です。逆に。ともしげくんが何位、はい、僕がじゃあ、2位ですね。2位やったら2位な。3位、4位とかかもしれない。なるほど。そう。1位。2位。3位、4位。私が1位なんや。そうです。ああで、その、こっちが、俺ら、俺と矢部さんが3位、4位を。そうそうそう。なんでともしげ、なんで俺が4位なと。確かに。な。芝君3位で俺がなんで良いな。芝君と俺の違いは何だ。確かに、ここを順位なんでそれ俺がなんで劣ってんの、うん、いや、まあ、あの、そうですね。芝君。言うて。ね。芝君。誰が、3位が誰って3位、4位、3位が俺なんでしょ、うん、芝君、あ、そうやな。4位が俺やんな。はい、芝君はあの、もう、な、あの幽霊の話したところでな、そうそう、3位に落ちたよな。口数の問題、え、どうしたなんでしょう、わかんない、口数、俺最下位やな。メール読んでんもん、俺寝ますか。あ、確かに、俺メール読んでんもん。矢部さんは最下位です。矢部さんは最下位です。最下位、ともしげくんから見て最下位やもんな。そこが最下位やと思う。センター分けだからセンター分けやもんな。センター分けかな。今ほ、ねえ、この、4人でセンター分けいけないですね。今でも若い子またセンター分けが主流やで。でもな、でも、確かに、矢部さんほどのセンター分けって、ずーっとセンター分けじゃない。もう、この世の真ん中が矢部さんの分け目なんじゃないかっていうぐらいの。お前もいじってる。やばい。変わってきた。俺が1位になってる。やっぱり3対1になってる、ね、ってなってるって。そうなんですよ。そうです、そうです。確かにセンター分けだな。ちょっとぐらいやっぱさ、はい、センターずれるで。いや、そうなんですよ。普通はずっとセンターやで、はい、確かに綺麗な、はい、綺麗な。これよほどの自信がないと。今3人に、はい、一人一人一応いじられたけど、ともしげが一番腹立つ。皆さんそうおっしゃるんです。影で一番バカにしてるよね。そうね。根っこの部分から。俺が一番リスペクトしてますよ。本当に。可愛がってくださいよ。可愛がってくださいよ。飯食わしてくださいよ。ギャー、ちょっともう信じられへんな。一緒にちょっと行かれへんわ、飯は。いや、家行かしてくださいよ。いや、家なんか絶対呼べよ。ともしげくんは呼ぶけど。俺を逆やな。あら。俺、かわいい、接してかわいいと思った芝やな。そら、うん、やっぱ、わかるんですよ。ともしげ、やっぱこう、根幹の怖さ。そうでしょ。俺、ネグサリ、ネグサリしてんのは俺、芝くんの方やと思う。それどうしてですか。わかります、わかります。芝くん。俺のどこがネグサリ、セモヤもあれ、メガネかってな。まあ、メガネもほんと、ほんとはメガネいいんですよ。なんだ急にメガネかけたか知らない。写真だけメガネかけた。写真撮るタイミングがあったからですよ。あと外してたのに、そんな写真撮る。だってメガネだから。メガネかけて。俺は一番ピュアです。本当に。フラットやな。そうです。フラットですね。フラットな方が。変にこう、人選んだりしないんですよ、僕は。そうなのかな？はい。一回試してみてください。一回本当に、でも今日、人見たやろ。何がすか？人見て、途中から、あって思ったやろ。最初の方は、あれやったけど、はい、やっぱ途中から、パッと見たやん、人を。まあ、むずそう、見たというのか。岡村さん、こんなん来てる。なん、どんな。ラジオネーム、チー。やっぱり先輩後輩の関係は崩しちゃいけないと思います。うん、どんだけモテなかろうが、先輩にはさん付けは当たり前です。まあまあ。そう思うよな、岡村。あれ、はい、来てます。あれなんていう。リスナーチー、はい。ラジオネーム、チー。
ちーさんかな。ちーがだから、その順位に入ってきましたね。ちーが3位。ちーを含めての最下位を決める。だ5位を決める。リスナーも呼び捨て。すっとこれ上に。いやー。さあ、お別れやっても。ああ、もう。お知らせあったっけ？お知らせ。お知らせは。お知らせも特にありません。お知らせね、もう。なんだっけ、お知らせ。どこに行ってんの？まあ、特にないですよ。まあまあ、ないですね。YouTube とかやってますので。はい、雑な。すいません。もぐちゃんっていうのやってますので。そうなんですよ。はい、なので。まあまあ、よかった。いいですか？ちょこちょこといろいろやらせてもらってますんで。はい。ちょっとでも仲もっと仲良くなりたいのでなんかちょっとナネさんの番組もぜひ出させていただきたい。いや、こんばんも遊びに来てください。グルナイいいですか本当に。全然。何でも本当に連れてってくださいよ。ちょっとプライベートでもぜひちょっとご飯とかお食事とか。お芝君と行け。なんでですか。行きましょう。ドライブとか行きましょう。絶対行け。俺も絶対喋れへん。マジで。喋ったらもう。喋ったらやられるもん。口開いたらもう。やられませんよ。変な漫才してます。口開けへんの。ドライブなんて。またじゃあ、はい。ぜひね。番組とか、またね、お会いできたらと思います。お願いします。はい。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。ありがとうございました。夢のような時間でした。ありがとうございました。ナインティナインのオールナイトニッポン。この番組ではあなたからの各コーナーへのお便りをお待ちしています。はがきは郵便番号 100-8439 日本放送ナインティナインのオールナイトニッポンそれぞれの係まで。たくさんはがき送ってください。メールは nn@allnightnippon.com nn@allnightnippon.com。 メールの場合は1通につき1ネタで、懸命にコーナー名を書いていただけると助かります。メールもたくさん送ってください。なお、点取り占いのみはがきだけの受付となります。お願いします。小学生のお小遣い、うん、平均1103円。おう、ちなみに約半数500円以内。ナインティナインの俺と日本。俺も500円やったと思うわ。俺300円かな。ナインティナインのオールナイトニッポン。この番組はガチャガチャの森、全国赤棒連合会、エイブル、AK レーシング、ライオンケミカル、ワンカップ大関、高須クリニック、ブルボン、日清機構、以上各社の協賛で東京中田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りしました。テントリ採用者、品川区ペンネームトラキッチ、松戸市ペンネームトッティ、岐阜県ペンネームともやぴ、埼玉県ペンネームチロリアンペロチョ、4名の方々におカードを差し上げます。はい、今夜の放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができます。なお Spotify では本日の放送分だけではなく過去の放送アーカイブも独占配信されてますんで、聞きたい方は Spotify のアプリをダウンロードしてチェックしてみてください。はい、そして、一部の放送局を除いてこの後3時からはマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ、マジカルラブリーのお二人来てくれてます。よろしくお願いします。あ、どうも、よろしくお願いします。マジカルラブリーよろしくお願いします。もうね、もう笑い界は先輩も後輩ももうなくなってしまった。悔しいです。僕は攻められてましたね。マセキ芸能者に攻められて。最近の後輩が先輩にみたいな多いな。もうそればっか言ってますね。変な漫才変な漫才してる。変な漫才してるって確かに言ってた。まあ変な漫才やったから。いや、まあ、うーん、いや、まあ、もうオブライダーもいますかね。オブライダーも変な漫才。あいつらも変っすよね。全然リスペクトしてくれて。好きって言っときゃいいみたいなね。この入り口をね、何なんで全員に言ってますって。あれケチョンケチョンにされた。悔しいです。俺ももう吉本のこの看板。大丈夫、マジカルラブリーはゲストで後輩とかじゃないの今日は。違うの、同期に。今日はもう、はい、ほぼ友達ぐらいの。ああ、よかったよ、はい、それはないと思いますね。どなたがゲストは。今日はですね、もう東京吉本の宝でもあります囲碁将棋が。そう、言い方すごいんですよ本当に。囲碁将棋ご存知ですか。囲碁将棋もちろんネタとかもやっぱりすごいですからね。あれ、この今の流れがありますから、そのいろんな芸人が物申してるじゃないですか。うん、うん、
いろんな芸人を物申して炎上してるんで、うん、この流れに乗って、うん、囲碁将棋炎上しようかなと、はい、録音ってことに録音ってことになってるんですよ、囲碁将棋には録音って伝えてる今日録音だから何言っても大丈夫後で編集できて危なかったら P 入れるからってそう、はい、に言ってるな、はい、そうもうしょうがないです、これはもう流れによらないとするんじゃないかなって今日は思ってますんで、はい、ほんま囲碁将棋みたいなね漫才できりゃいいんですけど、まあ、変な漫才まだ引き言われたいやもういいじゃないですか、もうその一枚最後岡村さん、ペンネームたつき、今日のラジオでモテるわけないだろうリスナーってさ好きやから聞いてくれてんじゃん、マジカルラブリーとかそうやんな、そうです、ね、そうですファンが聞いてくれてる味方ばっかり、うちおかしなってきてる、こんな物言いする嵐がアンチがやってきて、アンチがわざわざ本物のラジオですね、じゃあもうアンチも引いてくる、一回顔つき合わせた方がいいかもしれないですね、そういう人もしかしたら、はい、あと皆さん、あっこのいい加減に1000回も聞いてください頑張って、はい、頑張ってね、わーが言うとります、お時間です、さようなら。